どうもこんにちは、まなです。はい、今日は汗拭きシートであそこを拭いてみたらなんかすごいことになるみたいなんで、ちょっと実際にやっていきたいと思います。で、まあ、買ってきた汗拭きシートがこちらです。まあ多分結構有名なんじゃないかなって思います。で、なんかまあ、これで、まあそことかあとは乳首とかを拭くとなんか個人差あるみたいなんですけど、まあなんか痛いって思う人もいれば、なんかすごい気持ちいいなみたいな、あとはスースーするなみたいな、まあなんか人によってまあ違うんですけど感じ方がなんで、まあ私はどんな感じになるのかなみたいなちょっと興味があるんでやっていきたいと思います。あ、でも匂い結構すごいする私これ使うの初めてなんですけど、結構匂いと、あとなんかスースーするじゃあやっていきたいと思います。あー、なんかすごい匂いとかすごいいいですね。まあなんか普通に体拭いてるかなみたいな感じですね。ちょっとスースーするぐらいな感じ。うん、まあなんかそこまで痛いとかはないですね、全然。はい、じゃあ次あそこの部分やっていきたいと思います。ちょっと怖いんですけど、まあなんかどんな風になるのかちょっと怖いよし、じゃあやっていきます。うん、でも今拭いたんですけど全然普通、なんともない。あ、やばちょっと熱くなってきたかも。あー、ちょっと待って、やばい。あー、やばい。あー、はい、まあ、ちょっとあそこを拭いた時に、まあ、ちょっとなんかすごい熱くなって結構やばい感じになっちゃったんで、まあ一回お風呂に入ってきました。はいいや、でも痛さとかは全然なかったです。なんかなんて言えばいいんだろうな、すごいなんか不思議な感じでした。はいまあでもね、実際は多分デリケートゾーンとかには使ってはいけないものだと思うんでてか後ろにも多分書いてあるんで、まあ使う方は正しい使い方で使ってみてください。はいじゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。